川から、あの橋から川が見えますね。今からあの17時からアルバイトに行ってきます。うわ、今日はすごい紫で夜景がとても綺麗ですね。パープルナイトですね。夜景が紫ですごい綺麗な。あの今日仕事が早く終わったんで、嬉しいですね。いやー、17時から19時の2時間だけの倉庫の仕事だったんですけれども、結構、まあ、疲れたっていうか早く終わったんで、あの良かったです。あの早めに作業が終わって、早く終わって、あの通常通りの日給がもらえると、そういうのが一番あの早どんというか、そういうのが一番僕あの癒しでもないですけど嬉しかったりしますね。また明日から、あの明日からっていうことはないですけど、今日帰ってあのゆっくり休もうと思います。はい、じゃあ、あのご飯とビールを飲みながら、とりあえず何も考えずに休むと。で、それであのなるべくあの節約して過ごすという、それがまああの一般庶民としてあるべき姿かなと思って、あの身分相応な生活をして、あの少しでもささやかなあの暮らしを歩んでいたい。あのリスナーの皆さんも、あのお互いにその人に無理強いしたり、ね、人の生活を妨害して人を苦しめるのではなく、やはりその人の権利を認めながら、あのあまり人の生活に干渉せず、で、あの人に迷惑をかけずに、あの働いて、ね、あの健康的で、あのささやかなあの生活をドローンできたらいいですね。はい、じゃあこの辺で失礼します。いやー、今日もバイト疲れた。